英家ラの英や一蔵の英や二英や、英やとは、建築物をそのままの状態で移動する建築工法である。インマイ枚、英イ,イとも称す。土地区画整理事業、歴史的建造物の維持保存、あるいは建築物を解体せずに別の場所へ移動する場合に活用される建築工法である。解体して建て直す工法は、再築工法。 重量物を人力により移動させる技術としては、古くはピラミッドやストーンヘンジ、万里の頂上の築造工事の際に巨石を移動させたことに遡ることができるという。ただしこれらの技術については、諸説あるものの完全な技術は伝わっておらず、詳細は不明である。日本における巨石移動については、5世紀か7世紀のものとされるソリ、および、 修羅と呼ばれる道具が大阪府藤井寺市三続化古墳より出土しており、この時代までは遡ることができる。また、中世紀には築城が盛んとなり、万力取り、枕渡し、修羅送りなどの技法が行われたという。特に、石引きはコロと呼ばれる丸太の上に台を乗せ、人力により石を引くという、英家の技術とも通ずる方法であった。 また、江戸においては、丸太ではなく、濡らし滑りやすくした先き竹を用いていたという。江戸時代に入ると、重量物の運搬を担う三段子という職業が登場し、明治時代に、この三段子の集団から、英家の集団に移行したグループもあるという。近代化する日本において、英家の需要は高まり、特に戦後の復興期に最盛期を迎えたという。 特筆すべきは、名古屋市の戦後復興事業に伴うもので、岐阜の安倍工業所の独自開発の技術により、鉄筋コンクリート作りのビルを、地下室ごと、また業務を継続しながら移動させた例や、同じく鉄筋コンクリート作りのビルを道路を越えて、南に180メートル、東に80メートル移動させた例などの多くの例が、存在している。 同市の戦後復興事業を振り返った、戦災復興市によると、総掘り移転広報の無不要移転を多用したとしている。この広報は移動する、建物の外周及び移動経路について掘削して、英家を行うものであるという。現在でもビルの移動は、技術的に可能であるが、建築基準法などの法的な問題により、盛んには行われない。一般的には、 以下の手順により建造物の移動を行う。建造物を地面から離す。建造物を地面からジャッキなどを利用して上昇させる移動させる。ためのルートを作る。建造物をローラーに乗せるジャッキを使用して押すか、ウィンチを使って引くかのどちらかで移動する建物を下ろし、固定する。ありがとうございます。